じゃあリップ出すって。リップ出します。よいしょ。ちょっとね、こっちはアイロンしてるんですけど、こっちしてないので、こっちのちょっとアイロンします。なんかこの画面の中にメンバーがいるのが久々かも、うん、いや確かにコラボ配信、コラボ配信なか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 ね。しかもこんな絶妙な時間。確かにありがとうございます。絶妙ね、みんな7月だよ。なっちゃんの夏が始まったよ。最高、夏が来ました。はい、大好きななっちゃんの夏です。みんなはこの昼間かのショールーム見てくれるんですか。昼間ではないか、お昼。ありがとうございます。うん、ツイートします。お、なちゃんがツイート X を投稿するよ。そうだ、ポストします。ポストそしてショールームもしますそう、なちゃんの携帯からもショールームするよ。はいみんなは2画面で待機だね。あ、ひーちゃんの髪の おでこ配信ですね。おでこおでこです。あら、授業中なの。授業中に携帯いいの。ありがとうね。よいしょ、横画面の方がいいかな。そうだね。え、いつも逆に縦でやってるの。うん、縦でやってる私。え、縦でもいいよ。うん、なんか難しそう。難しそう。で、なんかね、こう動く気をつけて。あー、やばい。この3話くらいまで見てて、なっちゃん3話くらいから見始めて面白すぎて、まあ、そのなんだっけ、インフルエンスっていうネットフリのドラマなんですけど、めっちゃ面白かった。え、こんな感じでいいか。あ、いよいよ、すごい、これで始めます。すごい。あ、まだ始まってません。さあ、昨日言ってたやつめっちゃ面白くて。めっちゃ面白かった。そう、ただエモい2話ぐらい、うん、見ます。私も見よう。めっちゃね、結末しちゃったけど。そう、結末しちゃったけど、めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かったから、だから一気見だよね。うん、一気見。あれの上どうなってるの、このカメラ。ヤッホー、ヤッホー、私もいるよ。夏熱ね。あれか、コメントのやつ。そう、なんか外跳ねって難しい。ちょっと待って。よいしょ、エフェクト。あ、でもこんなもんでいっか。夏にとねとね。お、インフルエンス見てみて。ね、面白かった。本当にめっちゃ面白かったし、なんかあのうち言葉予想してた。そう、書いてた言葉セリフを先読みしてた。そうそう。でもなんかなんだっけ、予想は当たんなかったね、うち。あー、そうだね、うん、こうなるんじゃないみたいな。うちさ、予想しながら見るの好きなんだよね。あー、え、考えるのかな、サスペンス。だからうるさいかも叫んでたじゃんか。そう、キャーってなんか、なんだろう、ホラーのシーンじゃないんだけど、なんかびっくりするシーン、なんていうの、人怖。そう、人怖。うん、なんか緊張するシーン、うん、緊張するシーンで叫んで、うん、そう、叫んじゃった。出口、この間アナベル見てよ。え、いけるの、見れる。うん、見れないけど、うん、なんか暇だったから見た、うん、そうなの。え、お人形さん系じゃん。そうだね、だからまだいけるかも。あー、そうなんだ。うん、でもミレイちゃん人形好きじゃない。お人形好き。怖くならないの、逆に。え、なんかすごいさ、形してるじゃん、顔が。あー、そうだね。だからうちはそういうの、ぬいぐるみが好き。あ、そう、ぬいぐるみが好き。なるほど。そう、お人形は
はなんていうのない、持ってないから大丈夫。なんか等身大のなんていうの、うん、あれはちょっとうちいらんないそっか、アナベルは割とホラーだよね。でもホラーだったね、うん、でもなんかシーズンなんていうの、なんかちゃんとストーリーがある感じのそうなホラーだから、資料館とかアナベルは、うん、ストーリーがちゃんとちゃんとしてるって、うん、なんだろう、面白い。え、海外洋画、洋画か、うん、洋画って海外、うん、あうん耳出てる、かわいいって、やった耳、耳だよ、お耳、お耳さんです。なっちゃんが来てくれたよ、お家に2回目、はい、2回目、2回目です。ありがとうございます。モデル、モデライト、モデライトだ。なつねつねつね、なつねつね、なつねつねつね、なつねつね。コメントの変え方が分かんなくて、あ、なんだっけな、デフォなんですよ、うち設定うちダメだったんだよね、なんか携帯何新しくして、あ、前かな、そう、そっから変わらず、そう、変わらず、だからこんにちはとかこんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。何してるっけ私、夏ねつねつねと、うん、ヤッホーと、うん、あともう一つなんだっけ、何何何してたっけ、送ってくだん、送って見なくてください。前髪超綺麗、ありがとう。今からキープをかけば、こんにちはか、あれもう一つ設定してなかった、こんにちはか、え、じゃあこんにちはなのかもよ。嘘、こんにちはだったっけ、こんにちはだもんね、みんなだって。ほら、ありがとうございます。ほら、こんにちはだったっけ、うちだって、初めまして、こんにちは、初見です。あとなんだろう、キャーだねーそれだ、なんでギャーにしてました、やばい。ギャー、なんでギャーにしたんだろう、なんでギャーなの、ギャーにしてた私もちょっとね記憶が、こんにちは、あ、ほんとだ、めっちゃギャーって言ってくれた、みんな、うん、ありがとうございます、すごい叫びの声、叫びの声だね。いや、なっちゃんのほっかんのやつみんな読んだかな。そう、今ポストしました。どう、あ、ね、そう、ラスラスのさ、あの、僕が君をのところ、そうね、なんかそうなの、あ、こっそり、そう、こっそり、ね、なっちゃんと目合わせて、そう、こっそりね、そう、表示しちゃってますね。そうですね、はい、7月もよろしくお願いしますね。今日から7月だ、やばい、カメラが2つある、どっちにアピールしよう、どっちも誕生日、そうだね、なっちゃん誕生日が、誕生日だ、もうちょっとで何歳、今何歳だっけ、22、今22歳、にゃんにゃんだね、にゃんにゃんが終わってしまうよ、にゃん3歳になっちゃう、にゃん3歳だ、えん、誕生日22歳、なんか23になるまで何したい、え、あと1ヶ月しかないよね、うん、え、さくらんぼ狩りねえ、さくらんぼ、いけない、今年もいけないかも、いけない、え、でもさ、うん、横あり横ありとかいけ、あ、でも確かに、あ、でもどうだろう、意外と、でもさくらんぼの旬って割ともうすぐ終わっちゃうの、さくらんぼって6月今がめっちゃ旬で、あら、7月の下旬になると割ともうね、ほぼなくなってきちゃって、そうなの、枯れてるの、うん、なんかもう、うん、取られすぎちゃって、取られすぎてる、上旬だとまだギリいけるって感じだから、みんな残しといて、残しといてなっちゃんのために、私のために、さくらも山形とかね、山形なかなか行きたいな、行ったことない、あ、私もないかも、あ、でも近いよね、福島、そう、めっちゃ近い、隣上、え、待って、こう、ね、この辺斜め、斜めかもだよね、
山形ね、行きたいな、行ってみたいな。行かれたじゃん、泊まるんですよ、うちの泊まる、大丈夫大丈夫ね、そう、差し入れで、だから結構ね、うん、たあの幸せでした。そう、なんかさくらんぼ来るとさ、なっちゃんってみんな言うよね。そう、みんながね、いっぱい食べさせてくれ。そう、なっちゃん、さくらんぼだよ、いっぱい食べて。私この時期、まあ年中なんですけど、湿気が、うん、湿気が、今日結構今日やばい、湿気湿気。青森のさくらんぼは今が旬。でもそっか、上に行けば行くほどさ、だってあれだもんね。え、確かに。じゃあ北海道10月も、また北海道行こうよ。え、だって行くじゃん、うちら。え、そうな、そう、10月はさすがにもうさくらんぼないよ。え、もうダメっけ。もうダメ、ダメだ。じゃあダメでした。私たちの桜見る作戦と同じだよね。そうだね、桜が。じゃあ8月とか。8月まだいける。北海道の8月って普通に暑いんですか。え、暑いよ、さすがに。暑いのかな。見ていて、さすがに暑いよね、多分。暑いんですか。青森、そっか、青森行ったらまだ桜もが旬ってこと。そうだね、青森。ぶどうも桃もおすすめ。暑いよって。暑いんだ。え、何度くらいなんだろう。何度くらいですか。何度くらいですか。30度。いい、暑い。最近普通に30度とかね、普通に行きそうだよね。30度、30度ぐらいな気がする。ちょっと10分で言います。あとチークも。お、北海道済みの23歳だって。あら、同い年かな。うん、まだまだ。え、同じ学年かな。じゃあ確かに、かな、行く上なのかな。同じ学年かな。行きますもんね、さつこでね、出させていただくので、ね、嬉しいで、楽しみ。皆さんお待ちしております。お待ちしてます。楽しみましょう、札幌を。ね、イエイイエイ。毎年、え、私たち3年連続さ、確かに札幌行ってるよ。やばい、なくない。やばいかも。3年前に2人で旅行行って、うん、去年が、うん、あの、のいみの、うん、2年前じゃない。あれ2年前に、あれ、え、違うよ、去年だよ。あ、んだ。え、なんか2年前が2回行ってるんだ。うん、そうだよね。うん、2年前が旅で、はい、去年がのいみで、はい、今年はもうね、サツコレで、はい、すごい、行きます、行きます、札幌ね。まさかね、うん、行けると思わなかったのでね、嬉しいです。嬉しい。私沖縄行ったことないんだよ。え、そうなの。うん、沖縄楽しい。行きたい。沖縄、沖縄バナナジュースが美味しかった。そうなんだ。そう、小さい時に行って、うん、あと修学旅行でも行って、あのね、スパムおにぎりかな。うんうん、めっちゃ美味しいの。うん、めっちゃ、あ、めっちゃ美味しい。でも、あと、なんだろう、沖縄住んでる方います。ね、沖縄いる。いるかな。どうですか。暑いです。あ、切れた電源、電池。ライト。あ、ライト。うん、いるのかな。ないかな、あんま。でもないかもしれない。いや、でも修学旅行って言ったの、いらっしゃらないね。いないね。うん、みんな修学旅行で行ってる。そうだよね。え、みんな逆に何県出身なんだろう、うん、何県出身ですか、皆さん。ぜひコメント、コメント待ってます。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 でもこの時間だから、なんかさ、うん、なんだろう、普段見てる方じゃない方っていうのかな、頑張りそうだけど、ね、東京、大分、お、大分、広島、兵庫、埼玉、岐阜、神奈川、お、茨城、お、結構いる、結構いる、結構いる、お、火星？火星はちょっと嘘かな、千葉、福島いないな。これのヤッホーなの？うん。
絵文字つけてた絵文字つけてヤッホーだった。あ、非公開の方もいる。あ、個人情報ですもんね。まあね、このね、今この時代ね、確かに大切かもうちらバリバリ出してる公式プロフィールに、うん、こんにちは。みんな何してんの今の時間。今何時？3時？3時9分。おやつだよね。おやつ。おやつね、さっき。今日何曜日だ？今日月。月曜日か。東京お疲れ様に。みんなね、週の初めで。うん。なっちゃんワンピース見てるんだって。え、そう、さっき見てた。え、そう、ワンピースね。さっき、ドラマの前に、ワンピースを見て。うん、え、そう。あとね、4話ぐらい貯めてて、うん、そう、1、2話見ました。いいね、ワンピース今ね、今暑いですね。暑い展開なので早く追いついて。え、頑張る、ワノ国。今ね、記念すべき1000話目だから。お、ワンピース、あと100話、あと100話です。まあ100あと、まあ何回かかるかな。まあ、多分今のペースだと 2,3 週間くらいかな。 2,3 週間でもすごいよ。いやでも追いつきたいな、最新話に。追いついて。だいたいね、ネタバレは知ってるから。あら、そうなの、そうなのね。ネタバレは知ってるんだけど、でも、ね、考察とか見ちゃえるよ。そう、考察でネタバレ考察さん見るの楽しい、ワンピース。そう、考察楽しい。うん、なんか伏線回収っていうの、うん、がすごく、本当にすごい、うん、ワンピース。うん、なんだっけ、あのよく見る解説、うん、考察、うん、の方が、うん、女の子が解説、ま、考察してるやつ。女の人が一人で立って、うん、なんとかなんとかですね、あ、淡々と喋るから。え、そうかも。あ、じゃあ絶対。え、でお兄ちゃんがいる。あそこまでわかんない。あ、じゃあ違うかもすごい切り抜きで回ってくる YouTube ショットとか、東京ホテイソンさんの、うん、なんかワンピースを一回も読んだことない方がいるの、うんうん、をなんかそれをワンピースを読んで、うん、予想するっていうのかな、うん、みたいな、うん、だから私たちはもうワンピースを知ってるけど、うんうん、知らない人が最初の方のワンピースを読んで、うん、どういう、なんだろう、考察するかみたいな。何それ。 YouTube めっちゃ面白い。めっちゃ面白そう。そう、でも今もうね、追いついちゃったんだけど。あ、追いついちゃったの。そう。いいな、なんか楽しそうね。今もう知っちゃってるからね、ワンピース、うんうん、ギャーじわるねギャーギャーにしてます。じわじわ変えようかな、そろそろ。あら、何か、あ、ビス見たことないって。考察しな最初から。そうだね、最初から。1話から読んで。いやでも長いよね、うん、ビスって。でも早く見たいなら多分漫画の方がうん、いいよね。絶対そう。アニメ結構そうなの、間を使うのでたっぷりと。そう、私もなんか、自粛期間っていうか、うんうんうん、の時に、自粛期間じゃないか、まあ、うん、の時に、うん、ワンピースにハマって。そうだよね、だってそう、僕今ワンピース見てるんだよねみたいな。そう、その時はなんかジャンププラスが、うん、何話までだっけな、無料だった。無料ね、いい、めっちゃ一気読みできたから。いいな。その一気読みを全部読んで、うん、その後アニメに移って。うわー、いいな。だから割と漫画だとすぐ追いついたかも。漫画ね、漫画いい。でもうち漫画だと、うん、なんか理解できない。理解できなくて、うん、あとさ、漫画ってちゃんと読まないといけないじゃん。でも、うん、アニメだと音声もついてくるし、映像もそうできるから、ちょっとアニメになっちゃった。アニメ好きだもんね。うん、アニメになっちゃったね。あと100何話 ?100 まあ100数話数話6話ぐらい、うん、頑張る、頑張って追いついて。追いつくよ
なっちゃんの回線、私あれ Wi-Fi 繋げてないからかな。いや、うち Wi-Fi ないから、電波がただただ悪い。そう、さ、5、何 ?15 プロに帰ってから、うん、悪くなっちゃったの。そう、悪くなった。でも今良くなった。うん、さっきね、2回カツカツってなったから。うん、多分いけるはず。アニメね。でも、なんだろう、うちクロコナイル好きそうかな。待って、ね、なんで、え、なんで、私結構コビン好きだよ。コビン好きなんだ、うん、私はチョッパーですもん。チョッパーね、好き。チョッパー大好き。な、嬉しかねえぞって。なんかちょっと似てるかも。え、似てる、やっと、うん、ちょっとやっと。クロコナイル好きって、なんか、なんでだろう。え、クロコナイル、うち本当にアラバスタ編が抜けてるから。うん、クロコナイルって敵、うん、で、あのルフィが勝って七部海から、うん、あれされたんだよね。うん、確か確か。で、こっち側なのよ、クロコダイルって。え、なんか、あの逃げる時あったじゃん、うん、牢獄から。うん、で、なんか仲間になったみたい。一瞬仲間っていうか、なんか協力した。え、頂上決戦前のやつかな。うん、そう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 。けど、めっちゃ仲間ってわけじゃないの。え、どうなんだ。え、ルフィ側の、今のキャラだとルフィ側の人誰なの。マジで、なんか、あ、こっち側なんだみたいな。え、だから我が国で今見てるとキッドとかさ。うんうん、キッドはルフィ側ではないと思う。ルフィ側ではない、ただ、なんか、うん、なんか、ただ目的が同じだから共託してるみたいな。そうそうそう、その時は、あ、あんまり言っちゃダメか。あ、でも数年前の話。うん、でもそういうことだよね。なるほどね。その時に協力してるみたいなもんだよね、多分。合ってるかな。結構昔の話は忘れちゃうよね、昔すぎて、うんうん、全員味方寄りなんだ。あ、そうなんだ。あ、え、海軍が分かんないやつ。海軍、なんかガープって。ガープはでもいい人。え、まあ、ガープはいい人。いい人。おじいちゃん。で、戦国もいい人じゃない。あ、戦国、確かにいい人だよね。うん、あれだよ、あれがよくないんだよ。赤、赤犬、赤犬、なんだっけ、赤犬の本名みたいな、何だっけ、忘れちゃった。赤犬よくないよね。あれは、あの吉みたいな、虎吉みたいな。あー、え、なんだっけ、待って待って待って、あと藤虎。あ、藤虎だ。藤虎、え、藤虎はでもさ、いい人ではあるじゃん。いい人ね、確かに。なんか、なんかもう正義って感じだよね、うん、え、待って、今のワンピースってさ、え、待って、熊の過去とかってやってる、やってない、もうやっぱ今熊の過去の、あ、今見てるの。だから危ない、危ない、あぶり、まだわかんない私も、だから、うん、それネタバレ食らってるから。え、そうなの。ダメ。危ない危ない、セーフ。危ない危ない。いや、めっちゃ知ってるじゃん。そうだよ、ネタ、結構ネタバレ。はい、ネタバレを。面白いよね、ワンピース。ワンピースやっぱね、10年以上、20年、うん、続いてるだけあってめっちゃ面白い。え、そっか、そうだよ、やっぱ人気なんだね。うん、そう、なんかみんなワンピース意外と見てるのか。そうなのかな、うん、もうなんか途中でさ、なんかもう諦めたって方が多いよね、うん、で、また最近になって面白いって聞いて最近見始める。そう、あの、マジ、うん、本当に、うちも最近、そうだよね、そう、我が国がおもろいっていうのを聞いて、うん、それで見始めたから。ちなみに私のお母さんもそう。ええー、お母さん今めっちゃワンピース見てると思う。いや、ワンピースね、いいよね。多分ミリーちゃんと同じぐらいなんじゃないかな、うん、最近我が国、やっと我が国行ったよみたいなことがあったんだよ。本当、ミリーちゃんちょっと遅い。じゃあね、若干うちの方が、うん、ちょっとリードしてるくらい。一生空島で止まってる。ねえ、待って、空島めっちゃ前じゃない。結構前だよ。結構前だし、なんか仲間、うん、だってロビンとか仲間になる前じゃない。
あ、そう。空島って確か、あの、なんとかかんとか、なんだっけ、あの、海軍の、なんだっけ、なんとかかんとか、なんだっけ、あの人たちの名前。CP。あ、そうそう、うん、すごいな、すごい。出てくるのが嬉しい。CP9 ね、戦った？え、ちょっともうネタバレだもしかしたらね、今、うん、途中の方もいるかもしれない。でも空島で泊まってる方もいるもしかしたらね、今日見たくなるかもしれない。そう、今ね、うん、激アツなんですよ。激アツだね、はい。我が国がね、まさかこんな面白いと、本当に、まあ、一番面白かった、うん、おでん、おでん様本当におでんの回想シーンが本当に面白かった。え、やばいよね、なんか、うん、おでん様破天荒すぎない？破天荒、自由人、めっちゃすごいよ、めっちゃ自由人。あの回想シーン、うん、あそこの回がもう本当に、うん、一番面白かったよね。面白かった。なんかもう今までのいろいろ、しかもなんかめっちゃなんか言うね、え、夢のね、人たちと知れたよね、うん、家でなんぼのおでんにそろうだね。もう懐かしい。あ、ごめんごめん、あ、全然おでんおでんおでんあれがずっと続いてた。やっほー、こんにちは、こんにちは、こんにちは、みんな、ハロー、 How are you? I'm my friend. How are you? あ、エンディ、なんて、あお、やん、うん、どういうことだ。おぉ7月ですが、夏が始まった合図、うん、スタートだった。今からする。お夏が秋だぞ、やったー、なんちゃんの夏、夏ねの夏、夏ねの夏、夏ねの夏、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 夏ねの夏、夏、夏、夏ねの夏何これ、やばい。そう、でも今月はショールームたくさんしたいなって、うん、ね、夏ねの夏だから。まだ梅雨明けてないのか。明けてないね、今日もだって雨だったよね、みんなね、雨って大変だよね。7月始まりました。初夏はまだかな。え、初夏じゃないの？初夏なのかな。初夏だと思ってる。初夏、こんにちは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 が来ない。あ、東京梅雨っぽいんだ、7月から。そうなんだ。確かに6月なんか意外とさ、うん、雨多くなかったよ。多くなかったかも。最初ね、これからまた梅雨だろうか。へえ、やだね。やだ。晴れが好き。やだよ。やだよ。チュチュチュってしてチュチュチュがいい。さややん。さややんいる？さやいるかもよ。え、よくあり、確かに雨じゃないのをね、祈りたいね。15日。大事、晴れだよ。そうだね。うん、晴れ女いっぱいいるから。うん、大事な日はね、うん、晴れるんです。そうです。え、なんかでも広島公園がもともと雨予報だった、うん、あ、そうだったの。でも晴れたから。確かに。じゃあもう翌日も晴れだよ。絶対晴れる。晴れてなんぼの自信あります。おでんにそろう。いや、まあ、何もできちゃうよこれ多分。確かに。できたのかも。え、沖縄1週間前に梅雨明けしたの？そうなんだ。台風とかね、時期になってきちゃうよね。
え、でも翌ありさんの日雨とかだったら交通機関が結構混雑しちゃったりするからね。確かに、なるべく晴れてほしいよね。お、大地は晴れ女ですよ。当たり前じゃないですか。何言ってるか。一番の晴れ女です。そうですよ、本当に。あ、確かに、この以前は晴れてほしいね。あ、そうだね、うん、そうだよね。あのね、山だから、うん、天候がね、うん、結構変わりやすい。変わりやすい。晴れてほしいね、うん。こんにちは。なんかお腹空いちゃった。ね、わかるの、わかる。さっき食べたのに。ね、食べたんですよ。買えばよかった。ね、なんかアイスとかやっぱ買えばよかった。買えばよかった、ね。いや、買えばよかったね。失敗した。うちんち炊き込みご飯ならあるよ。めっちゃ。あとコーンスープもある。うん。ありがとう。大丈夫。でコーンスープは、うん、マジ2箱くらいあるの。あ、そうなんだ。そうなの。ただコーンスープってなんか気持ち的に冬に飲みたいから、うん、ちょっと。7月にこのスープは甘い。いや、いや、まあお腹空いたら。そうだね、うん、お腹空いたら何でも美味しいよ、うん、何でも美味しい。なんだろうな、ママの、そう、ママが持ってきてくれたよ。うん、お腹なっちゃう。さっきはね、うん、ご飯何時に食べ、あ、でも早めに食べたからかも。確かに、なんか12時前に食べてた。そうだよ、だからお腹空いたんだ。うん、絶対にあれだ、プリンとかさ、うん、これぐらいの時間に食べるべきだった。そうだよね、なんか買ったんですよ。ご飯食べた後すぐ食べちゃって、うんうん、そっからね、ドラマ、ドラマね、ちょっとね、夢中になっちゃって。夢中になっちゃった。面白かった、うん、絶対皆さん見た方がいい、うん、見てほしい。なんだっけ、インフルエンス、インフルエンス、うん、見てほしいな。しかも短めだからね、すぐ見れちゃうし、うんうん、ちょっとの空き時間とかにパッパーって見て、うん、気にできますね。うん、ネットフリで見れるので、うん、めっちゃ面白い。え、ネットフリ限定？え？そんなことない。どうなんだろう、ネットフリのさ限定の作品って結構すごいよね、うん、本当に面白いドラマいっぱいあるから。いっぱいあるよね、ネットフリはね。え、何か一つサブスク残すとしたら、うん、何残す？え、どのジャンル？え、確かにいっぱいある。確かに YouTube とか入れちゃったらあれ。待って、いっぱいある、やばい。 YouTube 入れないようにする。あの、なんか動画、ネットフリ、うん、フール、うん、アマプラ、ユーネクストとか、うん、そんな感じ。うち一択です。どうぞ。ネットフリックス。ミートゥーです。ミートゥー、久々に聞いた。え、ネットフリじゃんね、やっぱ。そうですね、なんかネットフリ、ネットフリだの。そうなんか秘密でお願いします。皆さん秘密でお願いします。絶対に。ちょっとあんまりあれだったわ。でも、ね、でも質問しちゃった。でも全部ね、全部、そう、はい、私全部入ってるの。良さ、良さがそれぞれ、そう、良さがそれぞれって。全部入ってる私。そう、大丈夫でいい。そうだよ、大丈夫。そして、なんだっけ、ジブリプラスみたいな、違う、ディズニープラスか。うん、あ、とかもさ、ディズニープラスは入るとなんか、確かにディズニープラスも入ってます。うん、ディズニープラスはね、ディズニーの作品がね、あ、ありがとう、あるので、あるよね、全部なんか違うが、うん、違いがねありますよね。全部いいです。全部好き。本当にそれぞれの良さがあります。そう、本当に秘密でお願いします。はい、そうですね。ジブリプラスじゃない、
ディズニープラス。ディズニープラスです。やばい、やらかし。やらかし。いや、面白いな。さっきさ、すいません、あれじゃん。何？この木何の木、気になる気になる木で知らないですか皆さん。うち知らないんだよね。びっくりしちゃって、みんななんか共通認識だと思ってたから。いや、なんかその曲は聞いたことあるんだけど、あの、うん、動くメモ帳知ってる？うん、動くメモ帳で、うん、そのなんか替え歌みたいなのがあって、うん、あのなんか、うん、この木なんだ木なんとかかんとかって言って爆発しちゃうの。いや、それしか知らないって。知らないんだけど、ちょっとあのうごめも、うん、うごめもめっちゃ好きで、めっちゃそう CM で流れてた、ね、そうなんかめっちゃ大きいね、うん、ハワイかな、ハワイかどっかにあるめっちゃ大きい木、うん、がなんかどんどんアップしていくの、うん、でこの木何の木、気になる気になる木っていうやつ。懐かしそう、急に言い出してびっくりしたんだよね。そのドラマでなんか木が出てきたからそれ思い浮かんじゃって。なるほどね。ねえ、やばい、うちも知ってる人いる。動くメモ帳でタピオカ爆発すること確か違うかな、確か。逆に知らなかった。そう、小学生の時めっちゃハマってて、うごメモに。うん、あ、中1かな。うごメモハマやってたわ、うん、めっちゃ書いてた。書いてた側か。書いてた。おお、うん、私は見てた側だ。見てた側か、うん、すごいしょうもない、うごめもね、本当に面白いコンテンツだったな。うん、懐かしい、うん、だってすれ違い通信とかやつめっちゃやってて、うん、3DS の懐かしい、すれ違い通信、うん、あとシューティングとか、なんかママとかパパの顔撮って、なんか撃つの、なんかもしれない、なんかなんだっけそれ、なんか 3DS の元々入ってる、あ、それか、そう、それで懐かしい、そう、わーはーはーって笑うから、めっちゃ懐かしい、めっちゃシューティングしてたよ、え、絶対いるよ、絶対うちと同じことしてる人めっちゃいる、してた、多分。記憶があれなだけで、うん、めっちゃ痛くて恥ずかしい、カウンやつねえ、トモコレとか、うん、あと、どうもりね、どうもりも流行ってた、うん、ヤッホーいいな、うちもなんかヤッホー欲しい。ヤッホーってね、どの時間帯でも使えるから。そうね、やっぱこんにちはとかね。こんにちはだと今はいいけど、うん、夜とかね、こんばんはだもんね。そう、違うよね。うん、すれ違い通信、ディズニー行くとめっちゃすれ違い、めっちゃできるよ。そうなの？確かに。え、なんかさ、でも大きいさ、何？場所とかでさ、うん、持っていくと絶対緑く光るんですよ。うん、イオンモールとか。うん、イオンでね。そう、なんかワイワイあるじゃん。うん。いや、それで、うん、言ってたわ。トイザラスの。うわ、懐かしい、トイザラス。懐かしい。トイザラス懐かしいな。トイザラスなんてもう何年も行ってないよね。行ってないね。行くよ。子供の夢だったよね、うん、トイザラス。ぬいぐるみとか言ってる。トイザラスの発音に。ぬいぐるみ。え、ちょ、トイザラスだったんだよね。え、トイザラスってみんな言うじゃん。トイザラス、トイザラスだった。だからね。そうなんだ。そう、それはあれ、そのなんか方言っていうか、あ、なまり、なまり、トイザラス行こうみたいな。あ、じゃあみんなそうだった。そう、トイザラス。あ、そうなんだ。トイザラス、トイザラス、トイザラスって言うからね、みんな、。トイザラスじゃない。トイ。そうなの。そうなのよ。いろいろあるね。うん。なまりが。でもなかなか行かないよね。うん、今は。なんかないね、うん、行こうってもならないかも。うん、確かに、うん、トイちゃます、うん、潮吹いた
二つでハートになってピースを逆で猫耳急な急な猫耳急な猫耳ダンスうわ訪問スクショタイムスクショタイムこっちかカメラ待ってあそこっちにしちゃったなんかいい感じで映るようになるほどねでも、うん、コメントの方をカメラしてるいつもああコメントの方カメラにしたらコメント読んでる時になんか確かに合う感じになるから確かにうわっああああ絶対こっちの方がいいよ確かにこれからはこれからそうしますうんうち今こっちにカメラあるからそうだよねうんコメント見てる時やっぱこっちにこうなるもんねそうこうなっちゃう天才かだってあはははあはは体調なんではいこんにちは、なちまですよ16時前前、50分か50分、そうしようあとじゃあ15分そうしましょうなんか2人に聞きたいことあったりしますか質問タイム質問タイムやばい、でもお腹空いてきたえ、わかるちょっとなんかないかなお腹空いたお腹空いたやばい、どうしよう、全然あ、コンビ名ああえ、コンビ名え、覚えてないのやばい、どんだっけやばいあーやばい気になるなんだっけなんかで決めたよねなんだっけななんかで決めたよねえ、最初の文字はもうわかるよ、そしたら大丈夫、言ってわかんないかもわかんない積み木そう、夏みれでそうつみれになったんだよねで、二人ともあのつみれが好きだからはいめっちゃ好きってわけじゃないけど、うん、まあまあ好きだからまあまあ好きだからつみれになりましたまあまあみんな知らなかったね、どこで使うの、うん、だって今とかねうん、今ですそう、今ですあの、スクショしタイムの時にスクショして、はい、つみれ配信楽しかったはいでツイートそうですねポストしてください、はい、あのハッシュタグ夏ねだいダイアリーだハッシュタグ夏ね色ダイアリー夏ね色ダイアリー、はい、色がなくてましたハッシュタグ夏ね色ダイアリーとあのまあ普通にミレルームでミレルームお願いしますぜひぜひ夏みつみつみの夏みつみ二人でご飯なら何食べますか？鶏肉。そうだよね。うん、焼き鳥？焼き鳥か、うん、あ、ラーメン。ああ、言ったよね、ラーメン。え、めっちゃ美味しかったよね。めっちゃ美味しかった。なんかなんとなく何気なく入ったんだよね。うん。なんか、え、あれ？調べ、いや。いや、調べた。いや、え？あれ、
ちだ。えね。あれ2回あるっけ。待って2回あるかも。あ、そういうことか。私が今思い浮かんでるのは調べたやつ。え、なんかの帰り調べて行こうよラーメン食べ行こうよってノリで言ったやつ。チーズ、んチーズ、そう、え、なかったなんだっけ。え、うん、でも美味しかった、めっちゃ、うん、美味しかった、美味しかった。何ラーメンだったっけ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。ねえ忘れちゃった。醤油かな、醤油か豚骨か、うん、塩か、多分そこらへん。そうだね、うん。あ、確かにうちの方が今暗いね。そう、私多分今めっちゃ明るいです。そう、なっちゃんの明るい色好き。まあ普通にね、うん、色落ちた。めっちゃいい、めっちゃいいって言う。でも色落ちが綺麗な感じだから。うん、めっちゃ綺麗だよね。そういい感じです。うん。え？え？なんだ？お互い直してほしいところ。直してほしいところ。忘れちゃうところ。何のコンビニ忘れちゃうところ。ごめん。ごめんなっちゃん。なっちゃん直してほしいところは、うん、なんだろう。ないでしょ。ないよ。え？嬉しい。なんだろうな。でもなんかさ、なんノイミー会だっけ？うん。ノイミー会の企画でなんかさ、なかった。なんかメンバーの直してほしいところを。あったかも。みんなに言うみたいな。あったかも。の時に私ないって言われたの。ないよ。メンバーから。うん、ない。完璧人間じゃん。なんだろうな。でも私的には、うん、なんだろう。ない。なっちゃん本当に、あの優しい。ありがとう。めっちゃ優しいし、なんか。ありがとう。めっちゃ、なんだろう、なんか出会った人の中で、うん、一番、うん、性格がいい。ありがとう。めちゃめちゃいいと思う。嬉しい。すごい本当に思う。嬉しい。なんかみんなを楽しませる天才。え、嬉しい。でも私も私のこと大好き。でも私みんなのことも大好き。そう、なんか本当にね、なっちゃんといるといつもね、なんか、なんだろう、もうなんか楽しい、ハッピーになれる。嬉しい。ハッピー。そう、笑顔になれるんですよね。嬉しすぎる。ハッピーすぎます。うん、ハッピー。やった。面白い。しかも面白いって。面白い。面白い本当に。嬉しい。あ、じゃあ緊張しすぎちゃうところで、あの実力を出しきれないところ。あのお笑いの。え、もっと面白いのにって。確かに。そう。それはそうかも。そう思う。うん。そうね、めっちゃおもろいのに、これが多分ね、まだ伝わってないの、みんなに。もっと伝わる。そう、もっと。うちらもバックなんかみんな言ってくれる、そういう風に。そう。なんて優しい子たちなの、マジで。本当。そう、めっちゃ面白い。大爆笑しちゃうもん。あ、そう、楽屋、そうだね、うん、楽屋芸人みたいな感じかな。楽屋で、え、もう飛び出すの、楽屋。うん。飛び出して。飛び出す、うん、でも楽屋ね、なんかでもみんな割とあれじゃない、うん、なんだろう、面白くない、面白い、みんな面白いよね。それ私がめっちゃ喋ってるってわけじゃなくて、みんな平等っていうか、なんていうんだろう、うん、みんな喋ってる、うん、みんな喋ってる。この子がめっちゃうるさくてとかじゃなくて、うん、みんなが程よくうるさいって言うから、うん、みんなが程よく喋ってる。みんな多分ね、喋るの大好きだから、うん、なんかわー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 なんか、そうずっと喋るの。そうなので、なんか一回シーンみたいな。え、そうなの。タイムがあって、まだわわわわわってなるの。そうなの。そんな感じ。隠しカメラね、うん、隠しカメラね、いつか定点映像ね、楽屋定点映像、やばい、定点映像。面白いよ本当に。うん。会話聞いてても面白いんで。面白いんだよね、なんかみたいな。みたいな。聞いちゃうもん、うん、なんか自分はなんだろう、メイクとかに集中してる時も、うん、聞
きながら、うん、聞いちゃう。お腹すいた。分かる、お腹すいた。お腹すいた。ちょっとラーメンとか言ったから。確かに。ちょっとラーメン食べたくなる。食べ物の話したら、うん、もっとお腹すいた。うん、プリンチキュー。プリンチキュー。ああ、懐かしい。最近全然してないかも。ね。食べてたから。ああ、確かに。会話なんか、どう？どういうこと？なんかあれじゃない、なんか伝わらないみたいな。ああ。噛み合わない。噛み合わないとかかな。うわ、お昼ラーメン食べたって。いいな。ちょっとください。ください。ラーメン。わかんないね。あるとも、うん、多分あると思う。でも忘れてる多分、うん、なんかその同じ会話を繰り広げがちで、うん、3回くらい聞いたりする、うん、ここで話しててまた話しててまた話してるみたいな。ひーちゃんだよ多分。ひーちゃん本当にいろんなところでその話をいろんなところで言ってるんで、だから分かんなくなって私に3回目で話してくる。本当に面白い。でもそうね、そう結構、うん、ひーちゃんそれ前も聞いたかもって。バリッ。本当に面白い。そう、おしゃべりだね。うん、そうだね。こんな感じでね、急に、うん、そうだな。ひどい。そう、これがまあ日常茶飯事。日常ですね。はい。お互いの第一印象、でもなんか最終オーディションで、うん、みんなで合格して集まって、うん、このメンバーでしますみたいになって、うん、でみんなの顔を見るじゃん、うん、でミレイちゃん見てめっちゃ可愛いって思った。本当に顔ちっちゃみたいな。本当、うん、でもありがとう。年上かなって思ったら年上だった。年上、うん、でした。あ、もう垢抜けてたから、もう最年長で。その時なっちゃんは一番最初は、うん、なんかすごいおしとやかなのかなって思ったの。あ、でもそう思われる。あのお披露目あのなんだっけ、わわわわって、あのゾン、あれゾンビ、ゾンビだった気がする。ゾンビをしました。そうだから、うん、はぁってびっくり、びっくりのイメージ。そう、人見知りだったから、うん、人見知りだから、うん、人見知りでちょっとね、だったねとか言って、うん、おしとやかに思われるよね最初は。うん、なんかって感じ。そんなじゃ確かにそんな感じだったかも。多分声のトーンっていうのかな、うん、がなんか高くて、うん、あのちっちゃくなどんな感じ。こんにちは。ああ、そうかも。こんにちは。あ、そうかも。ちっちゃくてなんかかすれるような声になってたかも。確かに。はじめまして。ああ、感じだと思う。そうかもしれない。そうだよね。うん、そうだった。懐かしい。今は全然そんなことない。ね、でもいくらぶさんと話するときはそうなっちゃう。わかる。緊張しちゃう。今何しようとしたの。なっちゃんの笑い方。いや、そうなんだよね。なっちゃんって本当に今こう笑う。本当に面白い。確かにこう、そう、なんかあはは、あはははって笑う。確かに。ね、あと2分。あと2分。ランキング、そうだね、ランキング、それぞれで。じゃあそれぞれで、うち13位から読んでる人なんだけど、うん、じゃあ次、私も13位から読んでる。ほんと、うん、じゃあいきます。13位トンさん、ありがとうございます。12位コナ、ありがとう。11位、あ、待って、変わったのでもう一回いきます。13位リア、ありがとう。12位コージ、ありがとう。11位ジョン、ありがとう。10位タラタ、ありがとう。9位マコちゃん、ありがとう。8位モカ、ありがとう。7位お絵かき太郎、ありがとう。6位高橋聖太、ありがとう。
ごいこばありがとう、良いたい焼き屋さんありがとう、そして第3位つむじんありがとう、最後おめでとう、そして第2位エリカありがとうにおめでとう、そして第1位はそうくんかな、1位おめでとうだよ、見てくれてありがとう、ラブありがとうございます。ということでこちらかな。10歳今日のクイズさんって言ってね、ありがとうございます。12位クロネコミントさんありがとうございます。11位ナワティさんありがとうございます。10位ジンさんありがとうございます。9位ネルファイさんありがとうございます。8位コウさんありがとうございます。7位メリダありがとうございます。6位コメッチありがとうございます。5位ツノちゃんありがとうございます。4位ハズありがとうございます。3位アスありがとうございます。2位まっちゃんありがとうございます。1位リンリズちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ということで、うん、つみれ配信、はい、見ていただきねありがとう。